どうも皆さん、リンクでございます。ハリネズミつくねの身体測定動画22ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、じゃあつくねがね、いますんで、つくちゃん、じゃあ降りますか。降りれますかね。はい、よいしょ。そんなに怒ってないんですよ、今日はね。そんなに怒ってないんですよ。降りましょうか、先生。最近怒らないよね、あんまりね。はい、よし。380ですね。やっぱね、結構軽くなってますよね。体重ね、どんどん落ちてってるんですよね。今週、一応ね、ちょっと病院連れてく予約してあるんで、ちょうど薬もね、なくなるということで、ちょっと連れていくことになってます。これちょっといろいろ話すことはありますんで、移していきましょうか。そっちにね。怒らなくなってきたんだけどね、怒らなくなってきた代償が大きいなという感じがします。はい、つくちゃん。行きましょうか。すいませんな。はい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 。怒りますね。こう来ると怒るよね。さすがにね。こう来ると怒るよね。よし。ああ、ちょっと待って。片手で持ってるときにそういうなんか動きをやめて。動きはやめて。はい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 。降りたいですね。降りますか、先生。よいしょ。はい。ということで、つくねですね。さて、ですな、まあ次の身体測定動画できないかもしれませんとかいう話はしてましたけども、できました。まずそれに関してはありがたいなと思ってる取材でございます。ちょっと体重一覧書いてあるの。いつもね、身体測定ってこれ体重はだけは書いてるんですよ。何ヶ月目でどれぐらいかっていうのはね。つくねなんですけども、体重軽くなってますよね。食欲が一応促進されるような薬をね、入れてるんですけども、食べてないわけじゃないんですよ。2日に1回ぐらいのペースになってます、ご飯を食べるのが。毎日は食べないんですよね。なんでその分やっぱどうしても減ってきちゃってるとこはありますね。で、先生も体重をとりあえず戻すのがまず先決やなって言われてたんで、ちょっと現在逆行している状態になります。まあ今週病院行っておそらく薬が変わると思うんですけども、ちょっとね、そこがすごい心配ですね。本人はあのね、外に出てくる時間はちょっと減ってると思います。1ヶ月前に比べると確実に減ってはいますね。ただ、出てはいます。うんちだったりとか、掘った跡あったりとかしますんで、外出てて、回し車も使われてる跡ありますし、出てはいるんですよね。ちょっと時間は減ってるのかなというふうに思いますね。でも、さっき言ったみたいに、あまり怒らなくなったんですよ、最近ね。まあもうなんか、自分自身でこうね、そういった近いなっていうことを悟ってるのかもしれませんし、もしかしたらね、そこまではちょっと詳しくね、確定では言えないんですけれども、ただね、ちょっとこう怒るのが収まってて、まあそういった点はね、飼い主としては嬉しいなと思います。割とこう触ってても、あの、おとなしく触らせてくれて、爪切りもさせてくれたりとかはするんですけど、弱ってるせいなのかね、なんかこうちゃんとね、大人になって慣れてくれたのかっていうのはちょっとわからないところではありますね。まあちょっと弱ってるせいもあるとは思います、おそらく。で、一番気になってるのが、手術をしたのは左の前足ですね。前足の付け根のあたりを切除してたわけですけれども、最近まっすぐ歩けないのかなとちょっと思ってます。まあそのフラフラするっていうわけじゃないんですけども、ちょっとね、左側がね、なんて言ったらいいのかな、力が入ってないわけじゃないんですけど、こう4つの足でこうね、バンってこう、これが頭で4つの足でこうバンって立ってるんじゃなくて、ちょっと左側がこうなるっていうのかな、ちょっとこういう状態でご飯食べたりするんですよ。こうやってパク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 って食べたりするんです。ちょっとこうなるんですよね。なんか左足のバランスの取り方が下手くそになったっていうのかな。いや、手術した直後はこうじゃなかったと思うんですよ。だから最初手術のせいなんかなと思ったんですよ。やっぱり左側結構ね、あの、腫瘍を取ったりとか、リンパ節も取ったりとかして、結構こうガサッと、あの、切除されてるんで、やっぱね、体のバランスって変わりますからね、そういったことがあるんかなと思ったんですけど、手術した後はそうでもなかったと思うんですよね。ある時ご飯食べてるのリアルタイムでこう見てたら、あれと思って、そんな左側なんか傾いて食べてたっけなと思って、最初気のせいかなと思ったんですよ。この床材にこう足がちょっとこう埋まってて、ズボって埋まってて、ちょっと斜めになってるみたいな感じだったんで、そうなんかなと思って、そっからちょっと毎日餌食べてるシーンできるだけ見るようにと思って見てたんですけど、やっぱね、ちょっと左側がちょっとこう、
持ち上がってないというか感じがしますね。いや、これがね、手術したせいだったら別にいいんですけど、なんか、例えば、がんが転移してて、新しい、それの影響でとか、そういったこと、なんかね、あるいは併発されててとか、だった場合は、ちょっとかなり良くないなと思います。まあ、ちょうど、それ気づいたのついこの間なんで、ちょうどね、今週病院予約取ってたんで、まあ、そこでね、一気に全部見てもらえるかなと思います。まあ、なかなか、ね、対処方法ないって言われたらちょっとあれなんですけども、今現状ね、ゆっくりゆっくりこう体重だけ見るとゆっくりゆっくり衰弱していってる感じがちょっと出てるのが、まあ、正直痛々しいです。すごく痛々しいです。減ってるやろなと思って今私体重測りましたけど、あーやっぱりかなっていうね、そういう実感があるので、なんとかね食べてほしいんですけどね。大好きなね餌にしてるんですけどね、この子やっぱちょっと餌のね、好き嫌いはあんまりないとはいえ、やっぱり一番好きなやつありますんでね。その一番大好きなやつをね、好きなだけね、存分食べたらいいじゃないっていう感じで入れてるんですけれども、ちょっといまいちこうね、それでもって感じみたいですね。二日に一回ってね、爬虫類みたいになってるけどね。でも露骨に出ますね、哺乳類たちは。いやもう爬虫類ぐらいだとこう、なんて言いますかね、二日に一回しか餌あげてないのが、例えばこう、ね、一週間に一回ぐらいになったところで、そんなに体重にね、露骨に出る子っていうのはあんまりいなかったりしますけれども、やっぱ哺乳類のこの子たちは露骨に出ますね。体重にね、すぐ出ますね、そういうのね。ちょっと心配ですね。柵として体重増やそうっつって、ね、今の治療方法になったんでね。全然増えてねえわけですよね。まあでもこうやってね、毎月測って、まあ先生のとこ行ったら毎回測ってるんですけど、そういったらちょっとこう確認してね、自分で状況ある程度こう把握したりとかできてるんでね、そこはいいんですけどね、もう全く動かなくなってたりしてたら私もね、もう本当にもう心配どころの騒ぎではないんですけど、とりあえず今現状餌は食べてはいるんですよね。難しいね。本当に難しいっすわ。いやもう本当に完治させてとか、もう全開超元気になってってのはもう無理なんです。それはもう無理なんです。それはもう無理なのは分かってるんですけどね、やっぱりこう少しでも長く生きてほしいなっていう気持ちがね、飼い主としてはまあ出てくるのは当然のことだと思うんです。なのでちょっとね、もうちょっと頑張ってほしいなって思いますね。まだだって本人はね、触られたりしたらうわーってなるんでね怒ってもきますしね。昔でもハリネズミ飼育する前かなに調べてた時は、ハリネズミはやっぱそのふらつくことがあるみたいなんですよね。こう大人になっていくと、それ病気としてですよ、病気としてなんかふらつきっていうのが出てきて、で自分が当時ね飼う前に調べてた時はね、それは原因は分かってねえと、ふらつきので、まあそのふらつきって結構死に至ることが多いみたいなね感じもあって、もしかしてそれなんかなって思ったりするとこなんですよ。あのね、なんつうのかね、持つじゃないですか。つくねをね。つくねをこう持ち上げるじゃないですか。で、まあ、こう、反対向けてね、こう、お腹の様子チェックしたりとか、しとったりするわけですけど、その時になんかね、足がね、震えてる気がする。なんか前から別になんかこう、空中をこう、書いてた時とか、もともとこう、心臓の動きが早いから、ちょっとこう、ピクピクするとこはあったと思うんですけど、なんかそれよりもなんか、震えが大きくなってる気がするんだよね。ちょっとこれは確証が薄いんで、絶対そうだったらちょっと言えんですけど、ちょっとね、そんな気がしてます。でこれは感覚がもしかしたら当たってるんであれば、やっぱなんか左側だったりとか、手足に影響出てるんかなと思いますけどね。やっぱレントゲン撮るしかないのかなという感じはします。今現状私に見てあげられることは本当にないので、私の能力ではもうどうしても限界ありますけど、レントゲンでしか分かんないことだというかね、私が見た目で判断できるわけもなくというところでございますので、ちょっと全てをね理解してあげることはできないんですけど、少しでもちょっとこうね分かればなと思います。今度の病院で、あ、病院行ってから取ろうかなってちょっと思ったんですけど、正直なこと、まあ、病院行ってからちょっと今月にあげられなくなっちゃうんで、こういう形でねちょっとなんとか、今月中に収まるように、撮影はさせていただいてます。はい。あ、ちなみにね、空中をね、3回ぐらいいりますよって、ちょっと前の身体測定動画とかで話してましたけど、3回目やってもらってからは全然書いてる様子なくて、抜け張りもめっちゃ減りましたね。これは本当にめちゃめちゃ減りました。やっぱり、ね、ダニーが露骨にいたなって感じはあんまなかったんですけど、やっぱちょっとこう抜け張り出てきたなって思うと、そういった空中だったりとかそういったことしていただけると、かなり軽減されるみたいですね。露骨に抜け張りは減ったなと思います。で、これもね、今日、床材変えるんですわ、この砂ね。今日変えるんですけど、このパッて見てね、わかりますかね。まあ、うんちはちょっとありました。今日変えるから、そんなめちゃめちゃ綺麗に撮ってないですよ。撮ってないですけども、針がね、
今までの身体測定とかに比べるとあんまないでしょ多分。俺もね、パッと見てね、見えないです。うん、パッと見て針があるとは思えないんで、かなり抜け針は、落ち着いてるんだって感じします。いや、そんだけティンクさん動いてないんじゃないのって言われると、っていうとこもあるんですけど、でもね、動いてないわけじゃない。本当に動いてはいるんですよ。うん、動き回っていろいろやってるみたいに、こう、綺麗に床材をこうやってやっててもね、ボッコボコにクレーターできてたりするんで、動いてはいるみたいなんですけどね。とりあえず今月も、無事こうやってね、身体測定動画っていう形で、できたのは良かったなと思います。はい。ちょっと病院の結果がどうなるかは、わからないですけれども、速報は多分、Twitter とか、ブログで書くと思いますんで、まあ気になるなって方はそちらちょっと見ていただけたらなと思います。速報を出せない場合は、身体測定、速報以外ではね、身体測定動画、きっちり月変わってからね、また、順々に撮影して上がっていくと思いますので、そこでもまあ話すことにはなると思いますけれども、気長にお待ちいただけたらなと思います。はい。じゃあ見ていただいて、ありがとうございました。またよかったらね、来月の身体測定動画、あるいは別の動画にて、お会いいたしましょう。お疲れ様です。